の勢いは弱まってきたようだが油断はできない。そこで今後の展開に備え、ゼネラリソースの部隊と共同の訓練飛行を行う運びとなった。実戦ではないからといって手を抜くな。において入魂機による認可されていない化学物質の散布実験を確認。訓練を中止、直ちに現場に急行し、投下された落下傘コンテナを破壊せよ。たく、いい加減でお出ましときた。ニューカムのトンボども、タッチダウンさせるな。エンゲージ。Thank you.
環境汚染を阻止できた。訓練飛行は無駄ではなかったようだな。まだ帰ってないか。あ、おかえり。パーク司令から聞いたわ。ゼネラルのエースと渡り合ったらしいじゃない。かなり悔しいけど、君のこと認める。フライトレポートのデータを見ました。不思議なことだけど、あなたの飛び方って最近少し私に似てる気がして。あなたはどこから来たの？ゼネラルリソースが多国籍企業体として誕生した結果、国家という枠組みは崩れ去り、歴史は新しいフェーズを迎えることになりました。そしてこの巨大な海上移動都市メガフロートの姿は、今やニューコムのシンボルであり、それは彼らの新しい力を我々に見せつけているかのようです。今各地で始まった紛争を事実上仕掛けているニューコムは、何を求め何を望んでいるのでしょう。我々はこの紛争がやがて歴史をどのように変えるのか、まだ知らされてはいません。ただどんな結果になるにせよ、一つだけ言えるのは、両企業に挟まれた形のユーピオには、現状の治安維持はできても歴史に新たな結果を残すことはできないであろうということでしょう。聞いたか、今さっきフランカーと彼女のエンジンシステムがぶち壊れたらしい。しかもそれが整備不良のチェックやってた時のミスでだ。お前も整備には気を使った方がいい。まったく、いくら最近出撃が増えたからってそりゃない話だろ。こんなことだからユーピオはハリコの虎だとか軍隊ごっことか言われるんだよ。この状態じゃレナのやつ当分出撃できないことになるだろうな。こんな時割り込んでごめん。出撃命令です。いよいよニューコムの連中本気で歴史を変える気みたいね。タイミング悪いけど、ユーピオの大スターは欠席。私たちだけで何とかしましょう。じゃあ、あとは上で。